基礎から学ぼうゴルフレッスン。プロ、はい、今回のレッスン内容はどんな内容でしょうか。今回は、高齢者の、年配者ですね、飛距離の出し方、これを少し勉強してみましょう。ではお願いします。はい、今回のレッスンは、高齢者、年配者の方の飛距離の出し方なんですが、飛距離は、皆さんもご存知のように、だんだん年をいくにつれて、筋力も落ち飛距離もどん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 落ちてきます。でも、ゴルファーにとって、飛距離っていうのは、いつまでたっても欲しいもんですよね。その時に通常の自分の構えてるアドレス、今までこういうアドレスでドライバーを振ってたっていうイメージがあるんですが、これが年を重なるにつれて、まず下半身の筋肉が衰えてきます。飛距離を出すには、いわゆるヘッドスピード、このスピードが上がれば、ボールは飛ぶようになります。年を重ねることによって体も硬くなって体が回りにくくなってきます。いわゆる腕の力だけではヘッドスピードが上がりません。いわゆる回転の力ですね、体の回転のスピードを上げてあげることによって、少しでもヘッドのスピードが上がってきます。ですから、筋力が衰えてきましたら足1個分狭めてみましょう。スタンスが狭くなった分体の回転は少し楽になってきます。広く取ると、横揺れはしづらいんですが、捻転するときに体がどうしても回りにくくなってきます。ですので、少し今までの自分のスタンス、これよりも足1個ぐらい狭めてあげることによって回転のスピードが上がってきて、ヘッドスピードがたとえ1でも2でも上がれば、飛距離は少しでもアップするように思います。こういうことを考えて練習やってみてください。筋力が衰えてきましたら足1個分狭めてみましょう。スタンスが狭くなった分体の回転は少し楽になってきます。足1個ぐらい狭めてあげることによって回転のスピードが上がってきて距離は少しでもアップするように思います。